久保さん、今回徳川家康にしましょうか不自由を常と思えば不足なしと不自由を常と思えば不足なしと不自由と思うと不自由で不自由が当たり前だと思ったら不自由が標準だったら何だろうな例えば今のパソコンと昔のパソコンを比較したら多分昔のパソコンは不自由に感じるでしょうね うん、だから結局不自由か不自由じゃないかっていうのは何と比較してるのかっていうところもあるんじゃないかな何をデフォルトに置いてるのかなっていうところがあるんじゃないかなと思いますねなんでまあうーんまあ今がいいと思えば今はいいんじゃないですか <laughs> 結局 <laughs> だからやらなければいいしでも今が不自由と思うんだったら不自由じゃないようにやるしかないだろうし結局自分次第ですねいってらっしゃい。